2022年度後期 NHK 連続テレビ小説舞い上がれでヒロインの父を演じる高橋克典さん。2019年の年末頃から原因不明の体調不良が続いたようで、今現在も病状を心配する声が聞かれます。病気の原因には過労やストレスなどが挙げられましたが、正確にははっきりしていません。特に朝ドラの撮影は過酷と言われていますので、病状が回復傾向にあるのか気になるところです。そこで今回は高橋克典さんの病状を中心に深掘りしてみたいと思います。ドラマ「サラリーマン金太郎」で大ブレイクし、バイタリティあふれる演技が魅力の高橋克典さん、ご自身の公式ブログで原因不明の体調不良を公表したのが2019年12月17日のことでした。ここ最近の病状ははっきりしていませんが、その時は明らかに病気なのではないかと心配される内容の報告が多く綴られていました。12月に入ってからずっと倒れそうな状態だったとある時告白しています。当時高橋克典さんが公表された症状は次のようなものでした。全身の不調、めまい、吐き気、左耳の異常、左肩の激痛、左上の歯か顎の激痛、両足首の軽い捻挫です。結局過労が関与しているのではないかとされましたが、明らかにおかしい点が多いとも言えます。ファンの間でも高橋克典さんの病状を心配する声は今でも後を絶ちません。テレビで見かけることもありますが、もともと日焼けしているので顔色なども分かりにくいです。高橋克典さんの病気の原因として母親や梅宮達夫さんの死の影響を噂する声があります。まず母親の角田芳子さんは青山学院女子短期大学名誉教授を務められた偉大な方でした。亡くなったのは2019年10月11日なので、高橋克典さんがブログで病状を報告する約2ヶ月前の出来事です。記録的な大型台風が日本に迫る中、翌日未明に最愛の母親の死を報告しています。その時のコメントからも悲しみの大きさが伝わってきました。でもまだ実感がないのです。ものすごく深い大きな喪失感は確実に胸の真ん中に開いているんですが、僕自身覚悟はできていたはずですが、やはりこの年になっても大きく大きく包んでいてくれたものを失った喪失感の大きさに手を焼いています。当時高橋克典さんは仕事で忙しい時期でしたし、母親の葬儀なども大変だったと思います。何より最愛の母を失った喪失感が病気の原因になった可能性も否定できません。さらに2019年12月12日には親戚にあたる梅宮達夫さんが慢性腎不全のため亡くなっています。前立腺がんをはじめ6度にわたる手術を受けていましたが、81歳でこの世を去りました。梅宮達夫さんは高橋克典さんが小さい頃から叔父として慕っていました。芸能界入りを猛反対されたこともありましたが、特命係長只野仁では15年間にわたり共演を果たしています。叔父として芸能界の先輩として尊敬していた梅宮達夫さんの死も影響も大きく、死後5日後に体調不良を訴えた高橋克典さんの病気の原因の一つと噂されていました。わずか2ヶ月の間に母親と叔父を失ったことで精神的な落ち込みも激しかったと思われます。高橋克典さんの祖母墨田つやさんの妹が梅宮達夫さんの母梅宮敏子さんという間柄です。正確には叔父と甥という関係ではありませんが、幼少期より高橋克典さんのことを気にかけていたことは明白です。高橋克典さんは1964年12月15日生まれ、神奈川県横浜市の出身です。2022年12月15日には58歳を迎えます。父は作曲家兼指揮者の高橋克典さん、母は声楽家青山学院女子短期大学名誉教授の墨田高橋芳子さん。幼い頃からピアノの英才教育を受けていたという高橋克典さん、芸能界でのイメージとは異なり、若い頃からアクションもこなす肉体派のイケメン俳優です。現在の病状は未だにはっきりしていませんが、病気を克服されていることを願っています。いよいよ2022年10月3日月曜日からは NHK 連続テレビ小説舞い上がれで岩倉浩太役として登場します。福原遥さん演じるヒロイン岩倉舞の父親ということで、
今から活躍が楽しみです。さて、高橋克典さんは年の離れた奥様がいます。年の差婚をきっかけに芸能界から引退した中西ハンナさん、年齢的にも引退が早かったため詳しいプロフィールを知る人は少ないようです。中西ハンナさんの現在の様子や馴れ初めについて見ていきたいと思います。2004年10月16日、15歳年上の高橋克典さんの結婚し話題を集めた中西ハンナさん。中西ハンナさんは1980年11月16日生まれ、熊本県天草地方の出身です。身長170センチメートルと元ファンションモデルとして活躍していたこともあり、恵まれたスタイルの持ち主です。一方、夫の高橋克典さんは身長が176センチメートルで、誰もが認めるイケメン俳優です。もちろん年齢差も話題になりましたが、美男美女カップルという印象の方が強かったと言えます。プロフィールにもあるように、中西ハンナさんは熊本県天草の出身です。天草地方はいずれにしても群島なので海に近く、釣りや海水浴、最近ではイルカウォッチングなどでも人気のスポットです。中西ハンナさんは自然豊かな環境で育ちました。中西ハンナさんは母親が日本人で、父親がドイツ人のハーフモデルであり、日本人離れした容姿を生かしてグラビアなどで活躍していました。モデルとして恵まれた高身長や色白なところはお父様譲りなのかもしれません。高橋克典さんのオフィシャルブログでも義理の父親がたまに登場しています。2004年の結婚を機に引退しており、今は一般人という立場なので近況を知ることができる画像はありません。現在は専業主婦として夫の高橋克典さんを支えていると考えられます。高橋克典さんと中西ハンナさんには子供が一人おり、2009年2月27日に男の子を出産しています。高橋克典さんと結婚して約4年4ヶ月後に待望の赤ちゃんを授かったようです。名前は公表されていませんが、高橋克典さんの公式ブログでは CK チビカツ、コカツというニックネームでたびたび登場しています。単純計算で2022年7月時点で早生まれの13歳になりますので、現在中学2年生ということになるでしょう。両親ともに美形なので将来イケメンになりそうです。高橋克典さんのブログを見ていると子煩悩ぶりも伝わってきます。2022年には結婚18周年を迎える高橋克典さんと中西ハンナさん、2人の馴れ初めは2001年頃、高橋克典さんの音楽関係者が開いた年末の食事会だったと言われています。高橋克典さんは中西ハンナさんの美貌につい一目惚れをしてしまい、アプローチするようになったのだと言われています。その時の中西ハンナさんが受けたという第一印象が面白いものでした。マイペースすぎる人だと感じたそうです。なんとなくわかるような気がしますが、とにかく好印象というより悪印象だったそうです。しかしその後の高橋克典さんの猛アタックが功を奏したのか、2人は2002年から交際をスタートさせました。2年後の2004年、青山キャンパス内のベリーホールに付属するチャールズ・オスカー・ミラー記念礼拝堂で挙式しています。結婚式については青山学院の卒業生限定で許可されているそうです。現在病状が回復に向かっているのか気になりますが、新しく始まったドラマで元気な姿が見られることを願っています。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。